よ。いいから消えてんのか。坂田銀時よろずやす。おばちゃん、いつもの。おい、おばちゃん、誰がこんな犬の餌注文したよ。いつものっていや、宇治銀時丼だよ。ほら、ほかほかご飯にこんもり甘い小豆が乗った。あ、そうです。ひょっとしてこの犬の餌はおたこですか。おいおい、おばちゃん頼みや、ちょっと。んうん、入れ替わってた。お前は間違ってへんけど、青峰には何も言わんとけ。能力主義なんて珍しいことやないやろ。すまんの、あいつおらんとうちも困るんやけど、後半あたりには来るて。うちらはまあ全然や。お手柔らかに頼むわ。試合に出れば文句はないわ。それが一番勝率が高いからな。さすが戻り早いの。おならしゃあないな。そういうところだろう。ここはあんたたちだってここに来るまでは外で生きてきたんだろう。ちっ、お前はどんな覚悟でここへ来た。いや、俺たちにできることは荒神を倒す、それだけだろう。お前の人気早く直せと榊のおっさんに伝えとけ。はい、2点とか寝ろても取られへんわ。わ、女とチャラチャラしとるから。めんどくそ悪い。あんやと。俺はな、エクソシストの資格取るために本気でこの塾に勉強に来たんや。なに、いつも寝てばっかりおるくせんや。おーおー、真っ昼間っからいっちゃくれいっちゃくれ。なんやその子、お前の女か。世界有数の仏魔術の塾に女連れとは余裕ですな。真のエクソシスト目指す人間やったら、あんな雑魚相手に心乱したりはせんやろ。お前が無事戻ってきたら覚悟決めてやっとるって認めたろ。その男を差し出せばあなたの命だけは助けてあげましょう。私の目で探すことは簡単ですが、余計な力は使いたくないですしね。しつこいガキですね。んと、よく動くガキですね。ですが、あなたの動きは読めました。あなたにとっては数秒の出来事でも、私にかかれば何回、いや何十回でも経験できる。そしてベストな一手を選ぶことができるのです。知らん。あ、どうしたイク。うん、よかったな。じゃあてめえはさっさと降りろ。え、ここでお別れだ。アバよ。大丈夫、代金はこいつが出すから。ああ、言えばこう言いやがる。勝手に地球でも伊勢カンダルでも行きやがれ、クソガキ。そういや、たこ焼きは粉もんだけどいいのか。グルテンフリーがいいとか言い出すかと思ったけど。おい、ハッチいるか。いないか。くそ、ここの支払いどうすんだ。でも効果は流派によって違うし、旦那のは特にえげつねえやつだ。ある連中にとっちゃ最大の鬼門だ。てえな、気をつけろバカ。冗談じゃねえぞ旦那。そんなに心配なら四六時中そばに置いときゃいいじゃねえか。俺の業務に子守りは入ってねえ。我々
特殊消防隊の任務は穂村人と戦い鎮魂することだ。遺族の前で武器は決して見せるな。火で嘲笑っている。穂村人を確認。いたずらが過ぎんだろ。どこの祭りへ行った帰りか知らねえが、やけにハッピーな野郎だな。笑えないジョークだ。大道芸人が武将を束ねようと。 Are you ready, guys? 目指すは終わり。魔王の首を取りに行くぜ。 OK! Let's get serious! ほら見ろ、エレーモン拾っちまった。次はきっちり肩をつけてやる。それに根性を見せたサニーの仇も打たねえとな。バーカ、お前を倒すのに俺はガキで十分だ。ああ、それなら俺赤ん坊で十分だ。おお、すっげえ花火だ。島が丸ごとなくなっちまった。ちょうどよかった。恨みはねえが仲間を戻すためだ。気合い入れさせてもらうぜ。三刀流聖流院流水。迷いがあるなら自分で断ち切っておいてくれ。